い、ということでこの間はね、はい、インスタ女子のカバンの中身だったんですけど、今日は丸い丸い丸いむーちゃんのカバンをチェックしていきたいと思います。はい、私のカバンはこちらの、きっちりしてそう、めっちゃしてそう、オーバースの大容量のリュック。まずじゃあ、横筒のポケットから電車乗る時のピッてするやつ、定期入れたり、こっちはイヤホンが入っております。出しやすいからこの横に入れちゃう。でもこっちはまず日焼け止め、この時期から、あ、これはあの喉のスプレーですね。で、あ、喉飴も入ってますね。すごい、なるほど。これは髪の毛のピンとかゴムとかが入ってる、あんまり使わんけど一応持ってます。一応ペチャとかつけるとき、そうそうそうだね、ぬぐすぎ、おお、なんかそういう系なんやな、そこは。そうやな、よく使います。よくケア系、ケア系、ケア系、ケア系やな。そうで、この間爪切りを買って未開封のまままだ入ってました。良いじゃないですか。ちなみに多分これクー、家と一緒よ。さくら自分一緒よ、そうなんか。で、ここはそんな感じで、財布、お、長財布タイプ。長財布タイプ、あんまりお札を折りたくなくて長財布にしてるんやけど、でも最近はちっちゃいのもいいなって思い始めたんで、次はちょっとちっちゃいのを使ってみようかなと思ったりもしております。いいですね。結構分かれるような長財布派とちっちゃい折りたたみタイプ、クーも長財布派。でも長財布の人もさ、むーちゃんみたいにこういう人とか、こういう人とか、はい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 、クーチャック派。あ、チャック派、あ、これと一緒。チャックで真ん中にまたチャックがあって小銭入れついてるやつが好き。あーね、でもこのチャックの時さ、お札がさ、カスってなれへん、削れてるんですよ。なるなる、それが怖くて、こっち派よ。あ、いろいろありますね。いろいろありますね。そして、お化粧ポーチ1。お、1、むーちゃんも分かれてるタイプ。浮かれてるタイプ。こっち2なんですけど、こっちはリップとかそういう感じ。よく見る。こっちはそう、お化粧直しの主なやつですね。ヘアアイロンが今日はライブがあるので。むーちゃんってさ、こうバラバラに入れるんじゃなくて、一個綺麗にちゃんとまとめてるというか、すごい整理されてる。で、これが充電器入れてる。あ、そうね、モバイルバッテリー大事だね。猫好きやね。確かに。ね、あ、これも猫。猫だらけ。犬と猫。猫好きなんかもしれないな。あ、猫や。猫ばっかりやん。あ、猫。ニャンって何？あぶんは猫や。猫や。猫好きかよ。こんなの使ってたっけ？変えた。最近やんな。見たことない。なんでやん。シンプルなのを求めた結果、なんか文具売り場に売ってたやつ。これが5000円のノート。高いな。これは。ノートと下敷き。これはクマない。ちょっと残念。残念。猫まだかな。まだかな。あ、歯ブラシ。歯ブラシ。あ、猫かな。あ、ネズミか。こんな感じかな。はい、ってことで今回は猫。猫ばっかりだったな。猫ばっかりだったな。びっくりした。ね。うーちゃんのカバンの中身紹介でした。はい、皆さんもどんな感じかあったらぜひコメント欄で教えてください。ではまた次回も見てね。バイバーイ。